こんにちは。今日はいよいよ戦国時代に突入します。まあ、この戦国時代なんですけども、実際入学試験にはほとんど出ないんですね。ですが日本史、を学ぶということで、やっぱり日本人として知っておいてほしいということもありますので、ね、そこを中心に語っていきたいと思います。それでは中国王朝史歴代天皇をやっていきたいと思います。いきます。せーの。陰州春秋戦国秦前漢秦後漢三国秦南北朝時東郷大草原民進中華民国中華人民共和国金明達陽明春水五条明光翼光徳三明天智光文天武智東門無限明元正正門光顕十二正徳光二冠明でさ十二人明門徳清和陽性高校宇多田大吉作村上礼天遠遊火山一条三条五一条五作五礼帝五三条白河堀川十和祖五年五白河二条六条高倉安藤五藤厚三河純徳中京五里川やっていきましょう。足利義勝まで行きました、ね。くじ引き将軍6代将軍吉野にあった義勝で、義勝が死んだ後、義政となります。将軍はね、足利義政です。関東を支配するのは、鎌倉公方でしたが、鎌倉公方はいなくなってました。反乱を起こしたからです。6代将軍吉典の時に影響の乱で鎌倉公方足利持ち氏が倒された。以後関東の支配者は一応関東管領、鎌倉公方の補佐役であった関東管領、上杉憲実が担当してたんですが、持ち氏の子供たちがまだ生きてたんですね。有機合戦でもう一回兵を立てて倒されたんですが、それ以外に足利重氏という持ち氏の子供がいまして、彼を立てて、彼をまあ新たな鎌倉公方にしようという動きが関東の武士団の間で起きました。こちらがですね、古賀公方といいます。下総の国古賀に、いた古賀公方ね、足利重氏です。これに対しておいおい勝手に鎌倉公方なんて名乗んなよと、室町幕府が正式にじゃあ公方を派遣するっていうことで作られたのが、義政は自分の弟を派遣して、伊豆の堀越に、派遣しました。これが堀越公方です。つまり鎌倉公方の分裂です。ね、足利政友です。まあそんな中、蝦夷地、北海道ですね、今で、アイヌたちが反乱を起こします。北海道に渡ってきた本土の和人、日本人がアイヌの人々を痛めつける、搾取するということで、ついにアイヌの大酋長が立ち上がったんです。コシャマインの乱です。1157年、コシャマインの乱です。アイヌの反乱、これを鎮圧した人物が、当時、北海道に遊びに来ていた武田信広という人物です。この武田信広は、若狭の武田一族、若狭の守護武田一族と言われています。まあ本当のところはよく分かってないんですけども、このコシャマインというのは蝦夷にいるアイヌたちをみんな集めて、ね、大酋長として反乱を起こした。
これに対して和人の方は12だってと言いまして、12人のリーダーがいました。バラバラなんです。そこで、誰かがそれを統率する武士の統領にあたる人間にならないとダメだと、で困った時に幸い、武田家ならば清和源氏、先祖は清和天皇、天皇家の子孫だということで全員まとまれます。ということで武田信弘を頂点として、そしてね、倒していくというシステムになったんですね。鎮圧されました。以後武田信弘が、この増難十二伊達の一つ柿崎氏の後を継いで、北海道を支配しますね。北海道を支配します。さ、そしてですね、この後応仁の乱があるわけですね。応仁の乱、1467年から10年間、10年間続いた応仁の乱です。もともとは将軍の跡目争いでした。これね、将軍に、吉村さんに子供はいなかったので弟に頼み込んで将軍になってくれと頼んだんです。弟の吉見という人に、ね、俺の代わりに将軍になってくれと次の将軍にって頼んだんですが、吉見は断っていたんです。この人はお坊さんとしてね、一生送ろうとしていたから、ところが、ね、強引に義政は義見をお坊さん辞めさせて後継ぎにしたんです。ところがこの後義政の奥さん日野富子に子供が生まれてしまったんです。ね、当然奥さんの日野富子は我が子を将軍にしたい。それに対して義見はちょっと待て、俺はもう坊主でいいって言ったら兄貴が無理やり俺を減速させてね、将軍にするって言ったんじゃないかということで、官吏である細川ね、勝本に相談。もちろん官吏細川勝本ももちろん吉見様ですよ将軍はと言ったわけです。これに対して吉久のお母さんの日野富子は勝本に勝てる人物として、勝本の嫁さんのお父さんで侍どころの長官、であった、ね、山名宗禅に頼みます、息子のことを。これに、細川氏、畠山氏の、ね、人たち、畠山氏や柴氏という三管領の、ね、人たちの家督相続争いも絡んで京都で大戦乱が起きた。これが応仁の乱ですよね。これが応仁の乱です。この乱の結果何が起こったかというと、まずは 将軍の支配は山城たった一国になったということです。もう完全に全国は守護が勝手に政治するということで山城一国、京都府のみ、まあ、京都でもどちらかというと都心部のみなんですね。さらに荘園制が崩壊、守護たちは荘園をですね、荘園の、ね、年貢を荘園領主にも送らなくなったんです。今まではね、管理人みたいなことやったのにもう送らなくなった。そして、決定的に下克上の時代、下が上に勝つ、強い者が勝つという戦国時代に突入です。キーワードは下克上、下が上に勝つです。
戦国時代となるわけですね。まああれですね、ちょっとダイエットの成果が現れたのかもしれません。翼くんの、ね、ペットボトル4本のウーロン茶のおかげだと思うんですけど、あれ台風の日持って帰るのえらい面倒でしたよ。これどうすんねん、こんな台風ブワーッと風邪ひいてんねん、おいこんなのみたいな。すごい雨だったでしょ、あれ帰りすごかったでしょ、ブワーッて一番降ってたでしょ。どうしようかって感じやん。なんで俺ペットボトル持って走ってんねんと思いましたよ。本当に大変でした、ね、びっくりしちゃいましたよ。もうちょっとほらあるでしょ、ね、これなんですか今日は。焼きポテトですか、ナルト金時、ね、洋菓子ですか、ダイエット中って言ってるやん。